ここがいつもペタッとしてしまう方、一瞬で改善できる方法を教えます。皆さんこんにちは、渡辺です。今回はこうポニーテールした時にここがペタッとする方っていらっしゃるかなと思うんですけど、これをね一瞬で改善する方法をご紹介します。ただやり方的にはこうゴムを結ぶ時にある方法をすれば、ちょっとここがふんわりとしてきて頭の形がよく見えるようになりますので、普段ねこう凹凸感が出なかったりとかこうペタッてする方、この方法ぜひお試しになってください。それでは早速動画をどうぞ。まず全体的に髪の毛をまとめていくので、ブラシでとかしてまとめていきます。でまとめた時にこのまま多分大体皆さんゴムで結ばれる方がほとんどかなと思うんですけど、この、まあ、耳の下ぐらいでまとめて、でこの時に少し持ってる毛束を上に上げます。でそうするとここにちょっとボリュームが出てくるのが分かりますかね。でこのボリュームが出た状態でなんか上にこう持ち上げる状態ですね。でゴムで結んでいきます。するとさっきよりもここボリュームが出てるのが分かりますかね。でこのボリュームが出たところを少しだけ広げてあげる。もうそうするだけで結構ね丸みが出て形がよく見えます。あとはねこのトップの部分もペタッとしやすいので、ここ今出したのでそのちょっと上あたりぐらいを少しだけ引っ張ってあげると、ここも高さが出やすくなるので、すると後ろから見た時にここに凹凸感が出て、ちょっとこなれ感が出たようなポニーテールになります。この襟足の部分がギュッと上がって、後ろの部分がボリュームが出て凹凸感が出てこなれ感が出たら完成です。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。もうやり方すごくシンプルで、こうゴムをまとめるときにグイッと上に上げることによって、ここにねたるみが生まれます。でたるみが生まれたところでゴムで結んで、たるんでるところだけを引き出す。でトップの部分だったりとかもペタッとしやすい方は、このたるんだところの延長線上を出してあげると、丸い形で頭の形が綺麗に見えます。あとはね、まあちょっとルーズ感が欲しい方に関してはこうお好みでたるんでるところをこう少し出してあげると、こなれ感も出たポニーテールアレンジになりますので、ぜひよかったら皆さんお試しになってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。